こんにちは、チョメです。ハリーポッター炎のゴブレットっていう DS のゲームをやっていきます。ハリー、ロン、ハーマイオニーはマッド・アイ・ムーディの教える闇の魔術の防衛術の臨時ムーディ先生だ。セーブ完了。いろんなキャラが選べるんですよ。私今回ローンにしました。最後はやっぱりハリーで行きたいからね。選ばれた後は。これは何？ローンはあまり喋らないね。なんか手に入れた新しいカードが。あ、こっちに来てって言ってる。わしのクラスで生き残りたかったらスキルをもっと上げる必要があるぞ。油断大敵。どうやって上げるんだろう、スキル。この上上がってみたいな。入れるの？ここ。普段入れないんだけど、あ、レッドキャップがいる。ちょっとフィルチさん、ちゃんと管理しといてよ。背中を向けたら近寄ってくるかも。テレサみたいな感じ？レッドキャップを浮かして、大鍋に入れましょう。あ、あの鍋に入れるってこと？ B で、ウィンガーディアムレビオーサな。あ、なるほどね。背中を向けて、出てきて、いけ！あ、もうちょっとが。ほんとテレサだな。ちょっと。でもハリーとハーマイオニーはこっち向いてる。ほらこれで入れる。ほらなるほどね。カエルチョコレート。上にもいるのか。ハリーとハーマイオニーは何もしないけどね、気にしないでください。あぐっそー。ちょ、これでいいじゃん。ちょ、ハリー頼むってなんで私が一人でやらないといけないの、この作業。下の鍋でもいいのかな。まあ、そういうゲームだからね。しょうがないですよ。操作するの私だからね。これ、右下行けばいいのかな？ちょっと、わからない。あ、まだいるの？もしかして。こっちは？え、どこにいんの？え？進めないんだけど。あ、なるほど。みんなでどけるってことね、これ。ほら。行き止まりはこんな感じ。いや、久しぶりにやるからね。前回の動画の続きなんだけど。え、これ右下行ける？右下はいけなかった。上か。いや、でもね、このゲーム面白いですよ。こうやって呼んで、みんなでこうやって、あれ？あげれない。普通に通れないだけだった。え、いいかなこれ。通れないか。え、こっちも通れない。おお、スイッチ押しちゃった。なるほど、ここ開くってことね。セーブ完了。そこだ。あれ、一体なんだ。エルクリングよ。エルクリングのフルートから出てくる音符を避けましょう。コンファンダスをかけましょう。コンファンダスは A ボタン。避けて、ほら。ちょっと、ああちょっと待って、これ難しいんですよ、この的みたいな感じが。どうやってやるんだろう、斜めに出したり。あ、なるほど。スティックでやるの、これ。当たっちゃった。この辺、タッチとかじゃないよね。ハートがまだ減ってる。あ、でもローンはちょっとスピードなのか。もう攻撃あるのみや。ほら、ほら、オッケー。適当です。あ、取れない。どうやって飛んだろうこれ。ああ、なるほどね。これ、タンスを、こっちにやるのかな多分。で、上に登って、取って、取って、上に登って、押す。右下の扉が開いた。で、下に降りると。ああ、なるほど。ああ、大昔のゲームだからね。レッドキャップとか出てこないよね。鍋ないし。うわー、出てきた。ここでも出てくるのか。待っています。何？もしかして、うわ、ボス戦が始まっちゃったよ。これ、わかんない、いまいち、私。これは何をするの？じゃんけん？これは。これ一番、上が簡単なんだよね。とりあえず。なぞればいいだけだから。今まで。ほら、こんな感じで。当たってるし。で、右下と左下がよくわかんない。これ一気に攻撃ができる。で、タップして。ああ、敵の攻撃を防ぐのね。タップで。じゃあこれは私が攻撃してる。ほら、ほら、タップして攻撃。まあ好きな方を選ぶみたいな感じか。オッケー、勝てた。いや、意外とローンかっこいいじゃん。いや、でもね、結構楽しいですよ、ほんと。マジで。あ、マジでこれ戦うの？またやるのか。じゃあ右下見せるか。さあ、音色。じゃあこれ。タップ、タップ。あ、カウンターみたいな感じこれ。当たった。タップ、タップ、タップ。いや、違うな。なんかよく分かってない。もう上にしよう。なぞる。はい、なぞる。
多分上が一番攻撃力が高そうだな。いけ説明書読んだら簡単になるのかな。えい、なんかフリーペイントかと思ったけど、これフリーペイントじゃないね。なんか似てるだけだったけど。はい、防ぐ。うちょっと。おい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 。難しいな、これ。左下でいくか。あ、これ間違えたらダメなのこれ。大丈夫だよね。オッケーオッケー。まあでも、イージーモードっていうか、イージーモードとかじゃないんだけど、ストーリーのああいうのもちょうどいい私ぐらいでもできるから。いや、ほっとね。これは開ける。こっちから開けるのか。え、どうやって開けるのこれ。B で開ける。ちょっと皆さん、ああ、横から開けるのね。タッチ性能が。新しいカードとかなんかいろいろ手に入ってんだけど。あ、なるほど。アルホモラとか。アーサーウィズリー。わかったわかった。音楽が壮大すぎるよ。何度も何度も。面白いな、ほんと。昔のゲームってほんと何が起こるかわかんないから面白い、ほんと。あ、ちなみにこのゲーム実況 OK のゲームですからね。はい。これ、こんな感じか。開けて。なんだこれは。盾みたいなシールド。あ、右下。これなんかね、多分5分の1になってる。前はなんか7分のなんとかだったから、これ、なんていうの、パーフェクトクリアみたいな感じで集めるのかもしれない、パーツを。そこのコースみたいな。これまた出てくるんだな、どうせ。あ、ちょっと、2体同時はきついぞ、これ。いけ！ OK。鍋にいるよ。OK。あ、白いビーンズが出てきた。右部にも入れれるな。ほらもうハリーとハワイちょっと、あ、やばい、お前逃げんな。テンションがガタ下がりだわ。もう一回やな。オッケー。右上の鍋に入れるか。いい。何これ、フリッチさんもしかして。いや違う、多分マッドアイムーディーだった。今回はマッドアイムーディーなんだね。はい、焼けて。これも先にみんなでやるか。ちょっと手伝って。一人じゃ無理。手伝ってって言ってるじゃん。手伝ってくれよ。なんで？なんでダメなの？手伝ってくれないの？あ、やっと手伝ってくれた。ちょ、ハリーは何もしてないけど。一人じゃ無理だって絶対。これは進めないのかな？こっちに来てって呼んで、これは関係ないか。よし、右下行くわ。でもこれ、絶対？ね、うわー、またこいつか。当てればいいんだよな。横から当てよう、こんな感じに。あ、決闘になっちゃった。モータラックルですね。お、ハートがマックスになってる。なぞるやつやる。はい。これが一番簡単。はい。ただ、感度にもよるけどね、これ。ハートが一個ずつ減ってる。一回当てるごとに。はい。もう一回やったら勝てる。で、これはこんな感じにね、なんか守るらしい、ボートラックルは。ぐる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 やって。敵によって変わるみたい。ソロテゴみたいな感じなのかな。はい。さあ、次の攻撃。早くしたい。もう私が防御のターンだ、今。で、もう一回行く。攻撃。はい、なぞる。はい、終わり。はい、クリアいや、いいね。早いね。はい、なんか出てきた。これも移動させんのかな。ガラクタで進めないんだけど。ダメだな。タンスがある。これか？一人で大丈夫だった、これは。あ、なるほど。これを、なんかどっかにやるんだろうな、また。あ、通れるだけか、これ。いや、なんかに使うんだ、これ。あ、わかりました。ここか。ちょっと、もうちょっと上。オッケー。で、登る。登る。で、スイッチがあると。よし、降りるよ。いや、私一人だけでいいよ、もう。ハリーとハーマイオニーは置いていこう。タルだ。いけ。謎解き要素みたいなのはあるな、こんな感じにね。ちょっとした謎。オッケー、カエルチョコレート。また出てきた。決闘になるのかな、もう当たったら。なっちゃった。これ、このシステムやめてほしい。ロードも一気に入るの。一気に倒した。これ最初は楽しいんだけどね、この戦闘も。何度もやってるともう作業になっちゃうからね。あれ？
やっとくら、え、なになにね、これあんまり食らわなかったな、最初の方は。おお、なんかよくわかんないけど防がれたってこと。2つ、この辺もなんかタッチペン性能が左下の方がいいのかな。敵によってさ変わるのかな、あのこう有効だみたいな感じ。これ左下の方がいいな、戦う時選ぶものによって変わるのかもしれない。そこだそこだ、もう一匹いたよな。左下はこのタンス、なんか柵が張ってダメだ。出てきた、ほらこれはちょっと普通に倒したい。こうやって当てて、また出てくるのかな。倒してくれ、オッケーやればできるじゃない。これをなんか置いてからさ上やるみたいな感じで。柵はまた出てきた、うわー待っています。いやもういいよ本当。これはハリーとハーマイオニーが倒してくれたら楽なんだけど。でこれ左下やな、はい、跳ね返す跳ね返す跳ね返せなかった。お、この辺もうわー左下だろ絶対。はい、跳ね返す跳ね返す、うまい感じにタッチペン性能を良くしないとダメだ。あと1個、これはこれは守り方だの難しい、いけ、はい、いけ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 、オッケー。いやもう過剰に倒したみたいだな。あれまだダメだ、こっちに来て。どうすればいいんだろうこれ、あげれる、ダメだよな。どうやってこれを破るんだろう、こっちに来て。みんなでやろうよ、なんかあるのかな。通れないんだよこれなんか通れそうで、ちょまた敵がいるんだろうね。ここ出てきた、ちょっと倒して、もう私嫌だ、倒して2人とも倒してくれ、私がやらないといけないのこれ盾になってくれる、こんな感じ。遠くからやろう、これ倒そう。出てくるのか、出てきた、あの戦闘は嫌だ、時間かかっちゃう。これで倒すかオッケーオッケー、まあ、辞退よこれで。いいかもしれないね、このやり方。で、ちょっとずつ移動させよう、タンスを。で、こんな感じにやって。あそこにどうせ置けばいいんだしょ？よーし。いけ。どのキャラが使いやすいんだろうね。実際問題。まだわかんないですね。よし、上がるよ。私一人でいいかもしんない。これこうやってやって、ボタンを押して、はい、降りるからね、もう。さよなら。でも最後、針使うの楽しみだな。あ、これ壊れてる、タンスが。え、どうすんだろう、このタンス。持てない。ここに多分置くんだと思うんだけど。あ、出てきた。あー、やっちゃった。じゃあ、左下で。いけ。私が上手かったらこれすぐ倒せるんかもしれない。ボタン押して。ほら、もうハートが3つ減った。防げないけど、ハートがあんまり減ってないっていうのはありがたい。これも2回で倒せるな。はい、はい、はい。はい、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 OK。まあ、ロード時間が長いのとかはしょうがないよ。昔のゲームなんです。この画面サイズとかどうなんだろう、私。ちょっとちっちゃいかな。下画面がでかいかな。レパロ魔法とな、あ、なるほど。直さないといけない。修理だ。レパロってどうやって唱えるの？え？ P で直せた。まあ、いろんなもの直せるからね、レパロで。お、宝箱2つある。ハリーのメガネを直してあげたよね、一番最初。5分の2。前回集めなくてもクリアできた頃。おまけみたいなもんかな。右とかはいけない、いけない。この絵みたいなのも何なんだろう。あ、これも直せた。なるほど。これ床も直すってこと、これ。これ関係ないか。なんか割れ、この床がさ、君たち何やってんの？この床をなんか破るのかな？置けないな。じゃあ戻るか。なんかあったね。確か。
鎧みたいなのが。この辺とか関係ないから戻って、左に行く道が確かあったはず。これも直して、OK。この先に進むのか。なんとか通り抜けなくちゃ。B を押して燃えている松明を浮かさせて障害物に投げ入れましょう。ああ、こんな感じか。燃やすってことね。いろいろ使い道があるな。なんかいる。ちょっと倒してくれ、ハリー。私は家だ。わ、出てきたよ。ハリーを盾にして、こんな感じに倒そう。もう戦闘が嫌だから、私。あの画面は嫌だ。ちょ、頼む、みんな、こっちに来て。なんか出てくると思う、この辺。よし、ハリーを盾にして。ダメか。多分全部倒さないと先に進めないでしょ、ほら。いけいけいけ。おらおらおら。オッケー、倒せてる、倒せてる。もう時短よ、これで。戦闘時短。当てればいいだけ。当たってない。ちょっと、あー、もう来たよ。倒して。オッケー。あー、やばい。近づいちゃった。近づいたらあれになっちゃうかな。戦闘になっちゃうかな。こんな感じか。よし、オッケー。あの、煩わしい戦闘画面をもう見たくない。よし。で、鎧を直して。これか、火か。あれ？松明取れないんだけど。取れた、取れた。どっちから行く？見立て。左から行ってみる。あ、宝箱よかった。左から行って。なんか今回いろいろな宝箱が手に入ってる。ヘドウィグ。マジで、フクロウが入ってたんだけど。ヘドウィグがいたんだけど。ハリーのペットの。ペットっていうか、フクロウか。あ、カードね。びっくりした。ヘドウィグが入ってるかと思った。私は魔法使いのキャンディーの色を2つずつ選んで分けているの。手伝ってくれませんか？右と左に分けるのこれ。なんかミニゲームが始まっちゃったんだけど。魔法使いのキャンディー選び。ラウンドは。なになになに、ちょっと待って、成功しちゃった。な、何がいい？何？え、ちょ、ゲームは、ちょっと、ルールが分かんない。ルールが分かりません。あの、ラウンド1。2つ選ぶってことこれ。2つのやつを選ぶってことか。なるほど。分かった。二つあるやつをタップしていってる。あ、なるほど、こんな感じ。パッポッポッポってやるのか。はいはいはい。ルール見なくてもだいぶ分かってきた。初見プレイですからね。チェックポイントとかあるのはありがたい。途中でトイレ行きたくなったりとかしたら。よし。え、楽しい。ルールが分かれば楽しい。最初何やってるか全然分かんなかったけど。はい、緑。これか。やばい。ミスりそうだった。勝った。いいえ。キャンディーは全部分けてくれた。もう分けました。あ、なんか報酬もらえた。てか、なんで君はそこにいるのかが気になるけど。あれ開かないんだけど。あ、左から開けるってことね。あ、ビーンズしか入ってないじゃないか。あ、ジニーなんだ、これ。誰か分かんなかった。ありがとう。じゃあ、先に進もう。絵がいろいろ飾ってある。セーブ完了。ニューゲーム解除。魔法使いのキャンディー選びっていうのが遊べるようになったみたい。さあ、今回のストーリーはここで終わりかな？一周してきたよね。またお前か。最後の最後に。テレサが。テレサってかレッドキャップだけど。イエイ、こうやってやったらこんな感じでやる。うお、ちょっと待って。そっちにもいるのか。入れれねえよな。ちょっと、おい、出すぎだって。手伝ってみんな。ちょっと手伝ってよ、ほんと。オッケー。一気に出てくる。もう左見えてんだよ。はい、横。鍋の中レッドキャップだ。あ、入らんかった。ああ、惜しい。ハリーがなんか死にかけてんだけど大丈夫？あまりこっち行ったらダメだ。あの、ほら、杖が届かないんだよ。だから一回、ちょっと右からも出てくんの？こっちにやって、戻るの。嘘。これカットしようかな、ここ。一匹ずつ片付けていく。ほら。もう一匹ずつ行きます、私は。はい。で、ここやって。もうちょっとこっちか。はい、こっちやって。はい、上やって。あと右下にもいたよね。ここか。ちょっとこう。来るんじゃない？これで。こうでしょ？はい、来て。来た来た。ゆっくりゆっくり。もういい。慎重にやる、これ。はい、うおーって言ったら。あれ？止まっちゃった。おーって言ったら、こんな感じに入れると。
なんか永遠に出てくるじゃんいっぱい。どうやってクリアするのこれ、多すぎだろ、したいよ。これ大変だよこのゲーム、お前逃がさんぞ。これ本当に合ってるこのゲーム、先に進めない、進めないよねまだね。全部倒さないといけない、やっぱり。もしかしてこっち行けるとか、いけないよね。大丈夫大丈夫、もう慎重に行く、いい、時間はたっぷりある。うわ、ちょっとみんなでやろうよこれ本当に。あ、今なんか止まってる、え、何今の止まりは。こっちに来て、こっちに来てみんなでやろうよ。みんなでできないのかなこれ。襲いってきたらこんな感じ、私一人しか動かせないわ。到着、惜しい。それは取るんだねしっかり。うん、ハーマイオニー、カエルチョコレート、よし終わったぞ。大変だったよ本当で、これで押して、あ、みんなで行こう、こっちに来て、よし全員で踏んで左下上に行こう。そこだ、そこだ。これもう戦いたくない、ちょっとこのこいつを任せるって、ちょっと離れて、わー、この決闘になるのか最後の最後。まあいいよ、じゃあ久しぶりだからレッドキャップ入りはマシか。ちょっとこの後はもう休憩やな。はい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 、でもねストーリーは楽しいです本当に。このハリーのハートの紐もこんな感じにね、なんか回復してるし、誰、遊びやすいゲームですね。ただこうやって単純作業があるから、たまに、なんていうんだ、もういいよみたいな感じになるけどね、続きも気になるし、炎のゴブレットって面白いですからね。行け、あ、この辺におらないといけない。いや、もうこのレッドキャップはいいと思った。もうレッドキャップトラウマになりそう。ホグミスではレッドキャップってあまり出ないからね。禁じられた森のところにいる。ただ魔法同盟とかでも たくさん出る。油断大敵。終わった、今回の実況が。炎のゴブレットによって三大魔法学校対抗試合の代表選手が選ばれた。次はこんな感じになるのか。だからハリーの出番だな。代表選手へ非常に危険な3つの課題が与えられ、その中で総合点の最も高いものが優勝杯を獲得する3名の代表選手は、ビクトール・クラム、フラーデラクール、そして最後はセドリック・リコリー。この後炎がメラメラなってから、え、なんでハリーお前まだ年齢に達してないのになんで入れたんだってなるよね。ほら驚いてる。ポッター、ハリーポッター。はい、ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。いや、次回に続きます。次回はやっぱりねハリーで行こうと思います。